本日は12月26日12時48分です。8時間以内の食事になります。今日は21時までご飯を食べて良いという日になってます。なんか第10回唐揚げグランプリ金賞受賞の井の市さん、めちゃめちゃうまそうだからついつい買ってしまいました。うまたね唐揚げ、いただきます。うまっ、うまっ、うまい。うわこの皮、カリカリ、マジで唐揚げあれば生きてくれます。お弁当の方はシューマイと卵です。衣装の試着まで残すところあと3日4日ぐらいになりました。でもさ、唐揚げ屋さんあったら買っちゃうよ。本日は12月27日金曜日14時12分です。今日は14時15分スタートなので、10時15分までご飯を食べていくことになってます。ついに私が外で唐揚げばっかり買ってるので、お弁当に唐揚げを入れてきました。いただきます。冷凍の唐揚げだけど十分だね。いつもお弁当ありがとう。ピントが合わない。いや、塩ホルモン、南高園の塩ホルモン絶対うまいやつじゃん。うわ、さすがジンギスカンは認識してくれ。これ酒だよ。どう考えてもこれは酒だね。味噌もあるかな。うわ